シーズンに目指したスポーツクラブを全国各地に作ることを目指して、世界を代表するようなサッカーリーグを目指して、 J リーグはこれからも一歩一歩進んでいきます。そして J リーグはこの富士ゼロックススーパーカップ2017で幕を開けます。お待たせいたしました、富士ゼロックススーパーカップ2017、鹿島アントラーズ対浦和レッズ、審判団並びに両チーム選手の入場です。皆様にお知らせいたします。先日日本サッカー協会第9代会長で元 J リーグ理事の岡野俊一郎様、並びに元 J リーグ専務理事木本幸三様がお亡くなりになりました。岡野様は2002年 FIFA ワールドカップ日韓大会の招致に尽力し、見事大会を成功に導かれ、木本様は J リーグ創設の立役者として日本サッカーのプロ化に尽力されました。お二人の日本サッカー界における多大な功績を称えるとともに、ご冥福をお祈りし、これより黙祷を捧げたいと思います。皆様どうぞお気にしください。お直りください。続きまして日本国国歌です。皆様ご起立の上、前奏に続きご斉唱ください。
様、どうぞご着席ください。富士通の接戦は2017年、まもなくキックオフです。